今から一つ点野の一般的な餌の付け方を実践します。こちらのエビは冷凍エビを少し解凍させています。このエビの尻尾をまず取ってください。エビの腹側から針を出すような感じで、で孫針を頭の硬い部分に出します。でセット完了です。